シーネンシュトラーセンオムニバスは、ドイツ連邦鉄道が1953年から1955年にかけて導入した鉄道、道路両用車両である。シストラバスとも呼ばれている。ドイツにおける鉄道と道路の直通運転を可能とする車両の計画は1920年代から存在しており、第二次世界大戦の影響による中断の後、1950年代に、 西ドイツ国鉄によって再開された。そして1951年に自動車メーカーの北西ドイツ車両建設と鉄道車両、航空機メーカーのドナウベルト車両、機械工学有限会社により2両の試作車が製造され、続いて新たに製造された3両のうち1両が1953年にフランクフルトアムマインで開催された交通博覧会で展示された後、 同年から1955年にかけて量産が実施されたのがこのシーネンシュトラ線を無ニバスである。車体こそバスと同様の外見を有しているが、規格は鉄道車両のものを採用しており、左右双方にホームが設置されている条件を考慮し扉も車体の左右両側に設置されている。線路上を走行する際には車体の前後に特殊構造の台車を装着し、 前輪を持ち上げた上で後輪のゴムタイヤを持ち線せん土を粘着走行する。台車着脱の際に車体を持ち上げる必要があるため、前後2カ所に油圧式リフトが設置されており、乗客を車内に乗せたまま作業を行うことが可能である。なお、名称の C 年シトラーセンオムニバスは線路、道路用バスという意味である。 1953年から1955年までに50両が量産されたが直通運転に際して特殊台車の着脱用の作業員を必要としたほか、当期には線路走行時に動力台車となる後輪のスリップが相次ぎ道路へ直通するときにチェーンを装着しなければならないという手間が生じた。さらに運転手には鉄道車両とバス双方の資格が必要とされた。 そのため、量産車の内鉄道、道路間の直通運転に用いられたのは、最盛期でも15両に過ぎず、残りの車両は道路のみを走るバスとして運用された。また導入されたほとんどの区間でも1958年までに、現役を退いたが、1954年に導入されたベッツドルフ・コブレンツ間のみ1967年5月28日まで、鉄道、 道路間の直通を含めた営業運転が行われ、引退時まで約160万人の乗客が利用した。2018年9月現在、防風無鉄道博物館に一両が動体保存されている。ただし、線路、道路間の直通運転は連邦鉄道局により制限されており、博物館内のイベント時にのみ特殊台車の着脱が再現されている。なお、 運行当時の形式名は29系であったが、引退後の1968年1月1日に、ドイツ連邦鉄道が所有する、鉄道車両の番号が改められた際、790系の形式名が与えられた。また、製造工場では、BS300 の形式名で呼ばれていた。ありがとうございます。